いつもプラモの時間をご覧いただきありがとうございます。今回は季節が冬ということもあり、それにつられたのか手に取ったのはタミヤから発売されたスバルインプレッサ WRC モンテカルロ2005年モデル。2代目となるスバルの心臓ともいえる水平対向エンジン搭載車であるインプレッサは、当時世界ラリー選手権でどんな活躍をしたのか、まずはそこから紐解いていきたいと思います。2004年の世界ラリー選手権において5勝を挙げ、さらに最多 SS ベストタイムを記録しながら、チャンピオンに手が届かなかったスバルワールドラリーチーム、王座奪還を目指した2005年の第1、第2戦は従来マシンを投入することを決定しました。というのも、開幕戦モンテカルロは舗装路の上に雪や氷が残る難しい路面コンディション、そして第2戦のスウェーデンは雪と氷のラリー、どちらも非常に特殊なイベントとして知られ、タイヤ選択と戦術が勝敗を大きく左右するだけに、信頼性の高い2004年型マシンを投入するのは戦略上有効と言えるからです。例年通り伝統のモンテカルロからスタートした2005年の WRC は6ワークスが顔を揃えての激戦となりました。スバルは2004年型のインプレッサ WRC 2台を持ち込み、1台を2003年のチャンピオンベター・ソルベルグ選手、もう1台を前年注目を集めた元 F1 ドライバーステファン・サラザン選手に託したのです。モンテカルロに姿を現したインプレッサ WRC はホイールが BBS 製の4テスタイプに変更され、ブレーキは8ピストンキャリパーと40ミリ圧のディスクを採用した AP 製を使用していました。ペター・ソルベルク選手は第1レグブレーキトラブルに見舞われながら4位でフィニッシュ、第2レグも4位をキープし、第3レグでの巻き返しを図ります。しかし難所として名高いチュリニ峠を含む第3レグトップタイムを叩き出して総合3位に浮上した矢先、続く SS12 でクラッシュしラリーを終えます。一方ステファン・サラザン選手は第2レグのSS6 でコースアウト、しかし再スタートルールにより第3レグから復帰し、総合24位からわずか6ステージで14位に浮上する健闘を見せたのです。モンテカルロでは期待された結果を残せなかったとはいえ、2つの SS でベストタイムをマークし、さらに次戦のスウェーデンではベター・ソルベルク選手が優勝を獲得。インプレッサ WRC2004 のパフォーマンスが未だにトップレベルにあることを実証したのです。キットのパッケージ内容としてはラリーカーの真骨頂が楽しめる内容となっていて、極限まで不要なものを排除した内装や雪道を豪快に走るための外装パーツ、スポンサーのデカールなどが完全再現されています。それでは早速作っていきましょう。まずはじめに筋彫りを行っていきます。今回主に重点的に筋彫りを行った箇所はフォグカバー部分となります。というのもクリア塗装を行った際にこの部分は塗料に埋もれてしまいそうに感じたので気持ち深めに彫っておきました。使用しているツールは
タミヤ製の筋彫り調光ブレードで 0.15 ミリのブレードを装着しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディーパーツに筋を入れておかないと、塗装を重ねた際に溝が塗料で埋もれてしまい、リアルなシャープさが欠けてしまわないようにするため、この工程は非常に重要な工程となりますので、丁寧に彫っていきます。といっても、あまり深くしすぎるとシルエットを壊す原因になったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチで3から5回を目安に、ボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は少し深めを意識し彫っていきます。続いてボディの調整加工となります。まずは説明書に記載のあるルーフ部分とキーシリンダーの加工となりますが、キット本来の姿ですとキーシリンダーが再現されています。これを踏まえ、クリアを厚めに塗装することと、表面仕上げを行う際、塗装面をゴリゴリ削っていきますので、穴を開けインセクトピンで再現していきたいと思います。0.8 ミリのピンバイスで穴を開け加工。ボグカバーとフロントリップにはビスのモールドがありますが、おそらくこちらも塗装で輪郭がぼやけてしまうと予想し、こちらもそれぞれ 0.8 ミリと 0.4 ミリのピンバイスで穴を開け加工。後に真鍮線の先端にハイグレード模型用接着剤をほんのりつけ、さらにブラックで塗装し、ビスもどきとして加工し取り付けていきます。次にボディ全体にあるバリア・パーティングラインを取り除いていきます。パーティングラインはだいたいどのキットでもボディを真上から見た際、縦一直線に入っている場合が多いので、実際に指で触り段差を確かめながら作業を進めていきます。作業手順としては、ペーパーヤスリに水をつけ、ボディ全体にあるパーティングラインを取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、細かなプレスラインもありますので、そのプレスラインまで削ってしまわないよう注意が必要です。このキットの場合、特にリアはトランク周辺、バンパー、フロントマスク周辺にパーティングライン、ウィンドウモール内側やフェンダー部分にはバリがありましたので、そちらも削りシャープに整え、次の工程に進んでいきます。続いて塗装をする前の下地としてタミヤのグレーサフェーサーを拭いていきます。こちらは最近導入した互換屋の塗装ブースですが、これがまたすごくいいんです。吸い込みの強さはもちろんのこと、照明やカバーまでついており、作業が一段とはかどります。下地処理に関しては、深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業となります。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ヤスリの跡が残ってしまった場合は、必ずサフェーサーを拭いて本塗装の前に表面を滑らかにしておきましょう。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるか、この工程が重要なことかと思いますし、下地の段階から表面を意識しておくと、後々表面仕上げの工程が時間を短縮できたりするなど効率が上がります。個人的に塗装全般で気をつけていることは、どの塗装工程でも塗料が乾き
指で触った感触がザラザラしている場合は、軽くペーパーやすりを当て、ザラザラをなくし、平坦に近づけられるよう調整するようにしています。サフェーサーを拭き、パーティングラインも消え、綺麗なボディラインになったことを確認し、次の作業に移ります。今回はここまで。次回は内装完成までをお届けする予定です。本日の制作は以上となります。今回使用した工具などは概要欄に貼っておきますので、参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、高評価も合わせてよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。